皆さん、こんにちは。あかねです。今日は授業のお知らせです。JLPT の N2 の文法の授業をします。東京中央日本語学院さんが協力してくれます。以前、YouTube のコミュニティでアンケートをしたときに、N2 の文法が一番希望が多かったので、今回は N2 の文法をやりますが、またこれからもいろいろな授業をやる予定です。それでは N2 の文法の授業について説明します。今回も Zoom でやるので、日本にいなくても授業を受けることができます。スケジュールについて説明します。8月26日木曜日、19時から20時30分と、8月28日土曜日の10時から11時半の2回行います。どちらも日本時間です。26日と28日の内容は同じです。どちらかご都合のいい日を選んでください。次は募集人数についてです。26日と28日、それぞれ20名ずつ募集します。料金についてです。2000円です。日本円です。PayPalでお金を払ってください。授業が終わった後、授業で使ったパワーポイントをメールで送ります。そして私が例文を読んでいるところを録音した YouTube のビデオも参加した人だけ見ることができます。授業の後、勉強した文法を使って文章を作る宿題もあります。皆さんが文章を書いたら、私がチェックします。宿題はやりたい人だけやってみてください。次に授業の内容について説明します。JLPT の N2 を勉強中の人や、N2 の文法を復習したい人のための授業です。何々あげく、何々に越したことはない、何々に過ぎない、何々にもかかわらずの4つの文法と、あともう2つの文法を授業で説明したり、クイズを出したりしたいと思います。もう2つは、皆さんがどの文法を勉強したいか、この動画のコメントに書いてください。そのコメントの中から私が2つ選びます。次に申し込み方法についてです。8月13日までに下の概要欄の参加したい人はこちらから申し込んでください。8月16日に申し込んだ人に東京中央日本語学院からメールを送ります。そのメールの通りにPayPalでお金を振り込んでください。振り込みを確認したら8月23日に Zoom のリンクをメールで送ります。もし16日や23日にメールが来なかったら、この動画のコメントで教えてください。皆さんが楽しく勉強できるように準備を頑張ります。皆さんと一緒に授業ができることを楽しみにしています。今日はここまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。バイバーイ。Thank you.